江ぼしさんは、静岡県鴨郡松崎町雲見にある、伊豆半島南西部に位置する標高162メートルの山、伊豆半島西南海岸の雲見崎にあり、山上には、雲見浅間神社がある。1937年6月15日に指定された国の名称、伊豆西南海岸の一部で、その特別地区の指定を受けている。山域は、 富士箱根伊豆国立公園の特別地域の指定を受けている。山体はかつて海底火山にあったマグマの通り道が地上に現れた火山の根であり、伊豆半島、ジオパークにおける西伊豆エリアの岩地、石部、雲見ジオサイトとされている。山域の雲見漁港を取り囲む崖では、海底に堆積した火山灰と軽石の地層で形成された島模様が見られる。 東山六の国道136号の沿線に、雲見浅間神社参拝者用の駐車場とトイレがあり、西側に参道が続く。その入り口に鳥居があり、付近に夫婦松の御神木がある。約130段の石段の上に拝殿。その先の急な約320段の石段の上には中宮がある。その上部に参道があり、山頂に本殿がある。 本殿の南側にある大岩には展望台が設置されていて、南側に千貫門、北西に駿河湾越しの南アルプス、北に道賀島と富士山などを望むことができる。地元雲見では、この山で富士山を褒めると怪我をするなどの言い伝えがあり、日本神話の伝承により、この山は富士山のお姉さんと呼ばれている。二0十六年三月十二日に山域の岩場で、 ロッククライミング中に死亡事故が発生した。これを受け同年3月27日に偶事などによる委員会により、エボシさんでのロッククライミングを禁止とする決定がなされた。伊豆半島の最西端に位置する。東山6の雲見の集落には雲見温泉があり、その北側には雲見漁港がある。山域の北東端に位置する岩場には雲見思い出岬の展望台がある。 東山6には、大田川が流れ、雲見漁港に注ぐ。その川口付近にある国道136号の雲見大橋から山全体を望むことができる。南南西にある高通り山の頂上付近にある南伊豆歩道の北側展望台から山全体を望むことができる。東山6に、国道136号が通り、雲見浜のバス停がある、東山6に、 国道136号が通る。その沿線に西伊豆東海バスの雲見浜のバス停があり、山頂の約400メートル東に位置する。鴨モ群西伊豆町西名にある道賀島マリンにより、道賀島から雲見崎、き、仙干門や葉がち先をめぐる仙干門クルーズの遊覧船が運航されている。海から急勾配で立ち上がる迫力ある山陽。ウィキメディアコモンズには、 エボシさんから眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。